いいフリースタイルってどうやったら作れますかといった質問を受けることがあります。いいフリースタイルそのものにはあらゆる意味が含まれているので一概にこうっていうのは難しいんですけど、ただみんながいいと思ってるフリースタイルで共通としてあるのってミスの少なさだと思うんですよ。でヨーヨーって特に決勝一番時間の長いフリースタイルで脳みそを出すというのは究極に難しい。それを裏付ける簡単なデータを実は僕3年前に自分のブログで作ったので今回それを持ってきました。まずこのデータでは全てのトリックの工程数というのを基準にします。その時に計測したのが2014年の岩倉玲選手のフリースタイル。岩倉玲選手はこの時史上初めて 4A 部門でノーミスで世界大会優勝という快挙を成し遂げました。彼のその時のフリースタイルのトリックを全てトリック工程数に分けて、おおよそですがトリックの数が大体180個になりました。仮にこれを 99% の成功率で計算すると 0.99 の180乗 ×100 で約 16.3807%、 6、7回に1回はノーミスが出るという計算になります。これが 98% だとどうなるのかというと 1% 下がっただけでなんと50回に1回以下に減ってしまうんですね。ちなみにその当時の2010年の世界チャンピオン各部門の取引工程数を出しました。すると計算式こんな感じになります。参考までに3分間に600トリック工程を踏む場合はおおよそ成功率が 99.9% 平均出せますとノーミスの確率が約 55% になるそうです。大会シーズンこうした数字が頭の中にあるとフリースタイルがまた違った見方ができて面白いかもしれません。